ジョセフ・ドケーヌは、現在のベルギーで生まれた、フランスの植物学者である。当時、フランスの支配下であった、ベルギーのブリュッセルで生まれた。兄に画家になったアンリ・ドケーヌ、弟に医学者になったピエール・ドケーヌがいる。パリに出て、1824年に、フランス自然史博物館の庭師となり、植物園での地位を高めて、植物学者、アドリアン・ド・ジュシューの女子となった。 ビクトール・ジャケモンらによって海外で集められた植物の研究を始めた。多くの植物の記載を行い、草類にも関心を示した。1847年にフランス科学アカデミーの会員に選ばれ、1865年に会長に選ばれた。1850年にシャルル・フランソワ・ブリソード・ミルベルの後を継いでパリ植物園の栽培部長に任じられた。 フランス植物学会の創立に努めた。1877年にイギリス王立協会の外国人会員に選ばれた。1858年から1875年にかけて9巻の博物館の果樹園を執筆した。アケビカの植物の俗名、リケイズニア。ありがとうございます。